いいっすね。素晴らしい。はい。今全身を見てのときを決めていきましょう。はい、いいっすね。素晴らしいです。皆さんおはようございます。山崎育三郎です。このマイケルというのはとにかくもう売れない役者で、オーディションも落ちまくり、仕事がない状態。ある時にオーディション参加することになるんですが、それが女性役、女装して、まあ、彼はそこに忍び込んでオーディションを受けるんですけども、そこでまあ合格して、そこからも自分でも想像しなかったようなスターになっていくというところが一つの流れになります。 OK、 ですね。マイケルの時とドロシーの時の人格が本当に正反対、そこもすごく魅力を感じていますね。とにかく爽快、もう見てて気持ちがいい、もう笑えますし、この格好するとすごく最強になれるか、自信持っていられる、胸張って、あ、こんな自分いるんだと思うぐらい、なんかもう開放的な気持ちになれるので、これドロシーになるヒントをちょっと今日感じましたね。 OK、 OK ですね。はい、どんどんいきます。はい、ラスト15枚いったら一旦チェックします。見終わった後に本当に楽しかった、もう最高のミュージカル見たっていう気持ちになれるのはもちろんです。年齢関係なく、いつからだって変われる、新しい自分に出会える、自分が一歩踏み出せるっていう、そういう大きなテーマ一つ僕ある気がしているので、そういうものを感じていただきながら、もうとにかく笑っていただいて、素敵な音楽、素敵な衣装、素敵な振り付け、もう本当にザ・エンターテイメント、ミュージカルの素晴らしさ全てが詰まった絶対見ていただきたい作品になってます。すごく素敵です。ミュージカルトッツィ、劇場でお待ちしています。